何かものすごい力で潰された。ひどい死体ばかりだった。でもその中にあなたの妹はいなかったんでしょう？ああ、どこにもいなかったよ。この城にいたのは間違いないんだ。連れ去られたんだろうな。この城を訪れた神殿騎士は3人、それ以外は見ていない。ルカビーに変身した1人は僕が倒した。もう1人、イズルードは死体になっていた。となると最後の1人が連れ去った。グレバドス教の総本山ミュロンドへ戻ったんじゃないのか？だって奴らは教皇フューネラルの指示で動いているんだろ。だったら君の妹を連れ去った神殿騎士はミュロンドへ戻ったはずだ。そうかな。教皇が聖石の秘密を知っているとは僕には思えない。その証拠にウィーグラフはマジンベレアスと契約を結ぶまで聖石の秘密を知らなかった。それにイズルードはルカビーと戦って死んだように思える。どういうことだ？戦争を陰で操り教会の支配力を強化する。確かにそれは教皇フューネラルの野心だろう。だが聖石を集めているのはゾディアックブレイブの伝説を利用して民衆の心をつかむため。つまりこういうことか。教皇の野心すら誰かが利用している。彼の妹を連れ去った神殿騎士は誰？確か神殿騎士の団長ボルマルフだったと思う。おそらくそいつが黒幕だ。これからどうするんだ？ゼルテニアにいるディリータに会ってみようと思う。グリムス男爵の後を継いで黒曜騎士団の団長となったあいつか。ディリータを裏側で操っているのは教会と神殿騎士団だろう。ディリータはボルマルフの正体を知っているのか？チャプター4、愛にすべてを。ゼルテニア城。お父上、お帰りなさいませ。うん、元気だったか、オーラン。はい、私は大丈夫です。前線はいかがですか？お前も知っての通りひどいものだよ。味方が味方の監視をしながらでないと戦えんほどだ。わしの名も地に落ちたものだな、はっはっは。ご冗談を。それを言われるならゴルターナ公でございましょう。父上がいるからこそ他の将軍たちがここにいるのだと皆噂しております。主君に生涯の忠誠を誓い命を捧げる。それがオルランドの家訓だ。滅多なことを言うものではない。すいません、口が過ぎました。まあ良い。それよりも例の件はどうなった？気候都市ゴーグで聖石らしきクリスタルが発見されたこと。亡くなった枢機卿が50年戦争末期にゼラモニアの古城で聖石を発見したことは事実でした。また神殿騎士団が暗躍しているようですが、何をしているかまでは不明です。ミロンドへ放った草はどうした？残念ながら。できれば教皇の謀略の証拠をつかみ和平への糸口としたいものなのですが。奴らはいずれこれに気づくだろう。その時が本当の戦いかもしれぬ。お、右の方に伸びてったね。やった、めちゃ伸びてんな。じゃあ一回ここは敵が出るからヤードまで行きますか。ちょっとセーブします。進むとねイベントが起きるかもしれないんで。お、起きなかった。ここだって敵のところでしょ。敵でベルベニアか。一回ちょっとショップを覗きましょう。試着室2人いる。バイトが2人いる。つえ、レベルが高いんだけど。俺より1ポイント高いじゃねえかよ。あ、そっか、これ装備してるからか。ねじり鉢巻きと呪術道着にしたんだよね。金の髪飾りはまあ持ってていいかな。で、大地の衣22,000ギル高っ。
そっか、金の髪飾りが高けんだ。大地の衣も高えや、普通に。なんかあるこれ。地を吸収、強化地。へえ。エルメスの靴は持ってるから、あ、魔力、ブレイサーって何？攻撃力3、5万円もすんだけど、クソ高え。一応持っておく。てかさ、天使の指輪。これはリレイズ。あ、マジで？これよくね？買っとこう、1個。リフレクトリング。魔法のリングはさすがにいらないでしょ？守りの指輪持ってる。数珠も持ってる。翡翠。これ持ってねえや。1万円とか。やべ、結構金あると思ったけど、実はないな。ドラキュラマント。ドラキュラマントだったらちょっとエルフでいいや。3% か。ブレイサー欲しいからね、やっぱり。5万円。買っとこう。火力で押し切るときはこれを使う。フェザーブーツはいらないね。ヤギウの漆黒、1000円。売ってるっちゃ売ってるんだ。あと、エクスポーション。まだ50個か。1万円は取っておきましょう。じゃあ。で、ちょっと鍛えたいんだよね。ちょっと鍛えます。というわけで、ラムザね、無事暗黒騎士まで持っていきました。レベル64まで上がってるけどね。相当強くなってる。で、ただね、火力的な話をすると、多分素手忍者の方がね、強いと思うんですよね。まだ暗黒騎士になりたてなんで、暗黒騎士で戦闘してないから分かんないんですけど、多分素手忍者の方がね、全体的なね、火力は高いと思う。スピードとかもね、忍者の方が速いはずなんで。スピードが現在9でしょ？忍者ってどれくらいの速度が出るんだろう。一回ちょっと忍者にしてみよう。スピード11か。そうだよね。スピードも速いし、素手の方が火力は高いと思うんですけれども、やっぱりね、エクスカリバーを使いたいんですよ、俺は。騎士剣の。エクスカリバーが相当強いんで、ま、エクスカリバーを手に入れれば暗黒騎士も輝いてくるとは思うんですけれども、ま、せっかくね、なったんで、あ、二刀流が外れてる。ま、こっからは、ま、ずっとね、素手忍者だったんで、チャプター4からは暗黒騎士でやっていきましょう。で、その暗黒騎士になるために、ま、バイトを実際2人雇ったんだけど、1人ね、早々に死んでしまったんで、まあ、一応この3人がバイト役として相当役立ちましたね。もうラファとかもね、レベル64だし、マラークもレベル60とか、かなり強くなってるんですけど、まあもうお役目ごめんなんで、装備はこれどうなんだろうね。外さなくても除名すれば勝手に手元に残るのかな。まあいいや、もうこのまま除名していこう。ラファ除名します。ありがとうございます。助けてもらったお礼もまだなのに、私にできることはもうないの。いや、十分お礼ねしてもらったよ。本当に役立ったから、ラファ。ただね、できることはもうないです。ありがとうございます。君のおかげで暗黒騎士になれたよ。さよなら、マラーク。お前には世話になったんだ。もっと手助けさせてくれないのか。いや、だから十分だって。本当に君ら兄弟は役に立ったよ。バイト君。おいおい、そりゃないだろ。本気で言ってんのか。まあお前はいいや。いや、実際役に立ったけどね。よし、じゃあ再びラムザ、1人になりましたので、次ドグーラ峠進んでいきます。なんかここ1人離れてるところにいるんだけど、いいのかな。まあいいや、ここで。ドグーラ峠で、暗黒騎士になりたてだから、まだね、アビリティ一つも覚えてないんですよ。なんか、いっちゃいやすいやつでも、なんか500くらいかかったんで、全然手が出ないですね。まあ、ストーリー進めていきながら、ジョブポイント貯めて覚えていきましょう。我らがここを守る限り、これ以上先へは進ません。だけ？完全につなぎだな、こいつら。なんか、取ってつけたような。戦闘な気がするけど、暗黒騎士、まあヒットポイントは高いよね。375あるから。あ、届かないか。どうしよっかな。ガッツ貯めるか、エールか。励ますはもう 96% あれば大丈夫でしょ。エールでスピードを上げとこう。これでスピードは10か。忍者だった期間が長いんで、
ピードはやっぱりそれなりに高いっすね多分。で一応行動の順番が早く回ってくるようにその場で待機しとこう。こいつ来れないっしょ。上からかなやっぱ始末していくの。この黒魔道士と上弓使いでしょ。どう考えても200とかマジか。オートポーションのあれを超えてるな。さすがにチャプター4火力が高い。黒魔道士は一発で始末したいよね。こいつはまだ来れないはず。あと竜騎士のジャンプがどれくらいこっちまで来るか。この距離は無理か。何マスジャンプを持ってるかだよね。いや倒す。もうここは、黒魔道士のヒットメーター207。横から行って351とかめちゃ強いや普通に。レベルがそもそも高いからね。で暗黒騎士は攻撃力自体は、まあ、高いはず。素手忍者だったらでもどれくらい火力出たんだろう。198。ちょっと黒魔道士先に始末するか。竜騎士近づいてきたな。120。オートポーションはやっぱり外せないですね。ここはもう変えられない。で槍ってね2マス先まで当たるんだよね。で弓使いは多分離れて攻撃してくるでしょ。弓使いはもう全然脅威じゃないな。やっぱり魔法だね脅威判定になるのは。よしで、これ 12.5 と 8.5 は絶対攻撃できないから。マジか。じゃあここにいよう。ここにいればさなんかこいつにも攻撃当たるんじゃない。魔法竜騎士295ヒットポイント。いける 53% か。盾持ってんのかな。硬い。ギャーしかも警戒されてるし。後ろを取らないと厳しいか。攻撃はねやっぱりダイレクトファイじゃん。ダイレクトに反映されるんで回避率に。ファイじゃとかでも覚えたからね俺も。80 172 198。俺が一番食らってるし。今のとこ40くらいマイナスか。ってか50マイナスか。100くらいのダメージだったらマックスまで持っていけるんだけどな。ゲット。また出たよ。こいつらひどくないか。あ早い早いけど、そっか、ここにいる限り黒魔同士に攻撃できないんだよな。こいつなんかゲットしてくるから、じゃあ先に倒しとこう。一発当たれば倒せる。 OK。しかもアイスブランドってさ追加でブリザードが発生する確率があるんですよね。よし86。マジックパー使い果たしたなこいつ。ファイジャーで。じゃあ黒魔道士ほっといても大丈夫か。もう次の魔法唱えたらマジックパーが底を尽きると思うんで。ファイヤーになってるしマジックパーを回復する術もないと思うからこいつはもうほっとこう。一番最後だな。いや連発されたらちょっと危なかったね。痛い。でオートポーションはもうエクスポーションが最高なんで150を超えるダメージを食らうとマイナスになってくるよね。ただそれでもヒットポイントは300超えてるからな、まあ、敵のヒットポイントも300超えてるけどね。どっちかな。多分弓使いはね一番倒しやすい、まあ、盾を持って竜騎士から行こう。厄介なやつから倒していこう。 63% か。2発当たんないと無理。よしジョブレベルアップ早いな。まだジョブレベル1だからね。20だったらファイヤーとか何回か唱えてきそうだけど、きっちり1マス開けてくるね。弓は近すぎて当たんないか。この距離遠距離攻撃だからね。3マス目まで行かないと多分届かないかな。横一発当たれば倒せる。普通に考えればどっちか当たるはず。よし OK。
まあ、二刀流はでもこれがあるか、どっちか外れてもどっちかが当たるみたいな。両手持ちだと、なんでみんなが頭壊そうとしてくんの。一発がでかいけど外したら完全にダメージゼロだからね。まあ、どっちがいいかって言われたら一長一短だよね、そりゃ。先にどっちを倒すか。まあ、こっちでいいや。横を取れるから 100% OK。 いや全然火力高いわ。宝箱いらない。ヘッドブレイクされた。クリスタルヘルムとか名前だけ聞くとかなりいいやつっぽいよね。確か売ってた気がする。後ろ取れる。後ろ取ろう。後ろは100。あとは黒魔同士。もうマジックパワーが底を尽きてるから、ファイヤーとか。あれ俺頭ってさ予備持ってたっけ。こっからオートルザリアまで戻るのちょっとめんどくさいんだよね。でちゃんと後ろを取ってこう。まあ、横とかでも大丈夫そうだけど。いやーいいね。ヒットポイントが255まで減ってるんだけど。クリスタルヘルムのヒットポイント増加率すごかったんだな。ブレイクそう考えるとかなり厄介だよね。ダイヤアーマーか。しかもダイヤだし。あれ俺鎧何装備してんの。キャビラビニエールよくわかんない。けクリスタルアーマー持ってねえし。クリスタルヘルムか。まあいいやこっちで。355、20くらい減ってる。サークレット、やっぱブレイサーが強いんだな。ブレイサーのこのプラス3いいよね。エルメスの靴もいい気がするけど、やっぱり攻撃力が3下がっちゃうからな。まあ、ブレイサーでいきましょう。やっぱ火力を高めていく。じゃあちょっとセーブをします。じゃあ次ですね、自治都市ベルベニア。あ、ここでまたなんかアイテム売ってそう。ここクリアしてクリスタルヘルム調達したいな。あ、暗黒騎士。いやでもまだ何も覚えられないか。さっきジョブレベル上がったけど、最初はもうなんか100とかでレベルが上がった気がするから。アビリティがね高いんですよね。うわ魔法軍団だな。あ、メリアドールだ。私の名はメリアドール。弟の仇を取らせてもらうわ。あ、イズルドの妹か。弟の仇だって何のことだ。シラを切るつもり。リオファネス城でお前が殺したイズルードは私の弟。フューネラル強行外科の命令ではなく、死んでいった弟のためにあなたを撃つ。問答無用か。メリアドールを倒せ。こいつの合剣が厄介なんだよね。またその武器を破壊してくる系だからな。忍者だ。早いなやっぱり。さてどうする。一回じゃいけないよね。とあれ、なんかかかってなかった。誰かリレー、こいつリレーズかかってる。マジか。まエール一回かけよう。合剣の範囲がどれくらいかだよね。なんか上から撃ってきそうな気はするからな。一回引きつけたいんだよね。見れるかなステータス。こうか。ディバインナイト。ディフェンダー持ってる。いいな。合剣戦技装備変更。プラチナヘルム。シャンタージュって何。一番下。リレイズリジェネ。力守られている時代、戦闘不能になっても次の AT で自動的に回復か。ってことは一回死ぬんだな。ラムザリレーズかけても結局それで全滅扱いになっちゃうね。説明を見る限りはその場で即生き返ってくれるんだったらいいけど、一旦待たなきゃいけないのか。まあ、そんなことはいいとしてどうしようかな。ちょっとだけ下がろう。変な方向向いちゃったんだけど。あ、右から降りてくるね。こいつは左からか。弓使いは絶対上から狙撃してくるでしょう。
もうあいつ引き寄せたら速攻で倒しちゃおう。てか範囲広っ。チャージに。すげえな、よくあんなところから狙ってくるよな。狙撃の名手だな。やっぱり地形は上を取った方が有利だよね。届くかな次のジャスミン。届かねえし、ちょもう一旦引きつけよう。ちょ考えよう。俺の移動力が5だから、こいつ移動力いくつ。ちょっと待って、見よう。ちゃんと戦略を立てていこう。4 1 2 3 4、ここまで来るのか。で1 2 3 4 5、ここまで行けば大丈夫か。攻撃ができると思う。ちょっとガバガバ計算だけどね。だ召喚士のあの魔法食らいそうだな。よし、剛剣のあそこには入ってない。ペーネロペーみたいな名前なんだけど。先行のハサウェイ結構好きではあるんだよね。痛い。ただまあ弓使いはもう全然火力出ないからね、ここまで来ると。あいつの召喚魔法が何だろう。こいつのさ射程の長さが異常だからな。すげえなマジで。忍者の方が早いよね多分、行動回ってくの。そうだよね。け布団枠がある。いや2回はきつい。しかもオートポーション発動したいってどういうことよ。96で発動しないからな。もうちょっとメリアドール倒します。横から行って。あれ、だって鈍枠になった。ちょっとまずくねえかこれ。鈍枠の表示が見えなかったのか。ドンとアクトだから行動ができないんですよね。ただ突っ込んだだけじゃん俺。93ポーションポーション。なんで発動しないの。おかしくねえか。あ、ドン枠になってるわ。あ、死んだわこれ。いって、これ何破壊される。ブレイク。死んでしまった。鎧か、そりゃ喜ぶよね。仇取れたんだからやったーって。マジか。ちゃんと 100% にしておく。これさ確率計算なんか微妙だよね。よし、じゃあ再戦。あれ、行動パターンが変わっている。忍者のちょっと丁寧にいきましょう。丁寧にで、守りの腕はつけました。ドン枠とドンムブが無効になるやつですね。まず励ますで確実に 100% にしよう。ブレイブをこの作業この作業だな。でここでいいや、待機。ここなら当たんないでしょ。よし来ないね。あの忍者の行動パターンがちょっと分かんねえな。変わってる。装備品とかも変わってんのかな。毎回毎回星座とかはね変わってるっぽいんですよね。げっ。あ、そっかそっか、こいつは射程の長いやつか。ヘイスト、アビリティも変わってるか。じゃあこの召喚士の やり直せばねなんとかなるかもしんないし、最悪敵が相性悪くてね強くなっちゃうってこともあるんですけど。まあ、オートポーションが発動しないともうほぼ死に直結するからね。なんだかまた戻ってきたぞ。あ、なんかやってきた。投げるか。風魔手裏剣。痛い。痛いけど攻撃されるよりは全然マシだからね。やっぱ二刀流火力高いよね。で、暗黒ね、一つ覚えられた。ウェポンバッシュ。ただこれ普通に殴った方が絶対強いからね。で、こいつが多分ここまで来るんだっけ。1、2、3、あれ1、2、3、4 1、2、3、4、5。ここにいればいいんだよ。
ここね、さっきと同じ位置だけど、ここで火力ブレイサー外しちゃったから落ちてるんで、ためよう一回。これで物理攻撃力が1アップ。メリアドールとかレベル35だからね、全然違うよね。平均的なレベルは大体30代なんだな、ここ。普通のねモンスターは自分のレベルに合わせてくるからね、だからレベル上げがちょっときついんだよね。レベル上げっていうかジョブポイントため、レベルがどんどん上がっていくし、自分だけが強くなっていっちゃうっていうのがありますけど、だからバイト君雇って自分よりレベルの低い敵に攻撃をすれば経験値全然入んないんで、なるべくねやっぱレベル上げすぎると完全無双になっちゃうんで。ただそれ気づいたのがねチャプター4に入ってからだからね。来るか、武器いった。これでもさ忍者だったら死んでない？普通に忍者のヒットポイントってだって200ちょっとしかなかったもん。こいつでって223でしょ。ちゃんと倒していこうかな。メディアドール一回動いちゃうともうあれだからね。287か、忍者あでも武器破壊されるからやっぱりもうメディアドール倒しちゃおう。一回死んでるわけだし、ここで63がやっぱ2回当たんないとダメか。火力は落ちてるね。よし OK、 ちょっと味気ない気はするけど全滅してるんで強い。ウィーグラフがやられるわけね。いいことを覚えておきなさい。次に会うときこそお前が死ぬときを。一回やられたけどね。やっぱり火力で押し切ろうとすると自己死するよね。翡翠の腕は万能薬、万能薬。でちょっとベルベニアのショップを確認します。試着室、最強試着売ってねーここ何売ってんの。ロッド、杖、あれだね魔導士系だね。金の髪飾りとか、あー魔導士系か、完全魔導士系だな。特に目新しいものはないよね。天使の指輪も持ってるし、魔法のリング持ってないけど、沈黙バーサクか。むしろバーサクとか歓迎だからな。まあ、これはいらないか。あとは、まあ、ドラキュラマント。そうか、一応買っとくよ。お金、溜まってきたし。で、あとはエクスポーション。何個ある？うわ、すげえ減ってる。レベル上げでだいぶ使ったからな。ちょっと買えるだけ買っとこう。60個くらい。よし、これで80個。OK。というわけで、じゃあ、チャプター4はね、このまま暗黒騎士で、やっていきたいと思いますので、次はフィナス川を越えて、ゼルテニア城を目指していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。